はい、皆さんこんにちは、.com.com です。はじめましての方ははじめまして、そうでない方、ライフティーからご覧の皆様、お世話になっております。そして皆様、この動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて、今回から、洞窟物語縛りプレイ2と題しまして、あの洞窟物語の縛りプレイの別バージョンの縛りをやっていきたいと思います。さて、今回はどういう縛りをやるかというと、ガンジープレイという縛りをやっていきたいと思います。まあ、それについては、まあそうですね、これからご紹介していきますけれども、まあ、あの前回のライフスイートと比べたら多少マシになるかなってところがあるかもしれませんというふうに思っています。じゃあ早速いきましょう。もちろんストーリーはカットします。それで今回なんですけれども、前回のライフスイートは違って、あのトゥルーエンドを目指していきたいと思います。なので、あの前回のパートいくつだったかな、50か51か忘れたっていうか、まあ、編集はしてないんですけれども、まあそこではいかなかった聖域に進めていきたいと思います。さて、ライフ3と違いまして、今回はライフカプセルを取っていきます。久々にこの音楽聴いた気がする。で、まあ、体力6になりました。それで、まあ、ガンジープレイ、まあ、ガンジーって聞いたら皆様ご存知でしょうかね。まあ、知ってる方はいると思いますけれども、なんだ、インド人のマハトマ・ガンジーのことです。まあ、ここまでは普通なんですけれども、ここからが変わってきます。さあ、わかりますでしょうか。マハトマ・ガンジーって言ったら、なんだっけ、まあ非暴力でおなじみだと思いますけれども、今回やるガンジープレイどういうのかっていうと、さあ最初がなんかだな、いきなり敵を倒さないでいきます。まあ雑魚敵を倒さないって感じですね。なんですけど、まあ途中どうしても倒さなければいけない敵っていうのももちろん存在します。ボス戦とか、あとこの後出てくる、なんだ、ザ・ドアですね。あいつも倒さないと先に進めないので、まあそいつは倒さなきゃいけないんですけれども、そういう雑魚敵を一切倒さずにやっていきたいと思います。危ない、まずおびきをせーの、危ないよ、おお怖え。まあ、前回よりマシって言ったのは、おちょっと待って、怖い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 ってば、やばいやばいやばいちょっと待って、なんか難しいなこれ。さすがガンジー、うわーやっちゃった。もう大胆に行くか。ちょっと待って、いきなり難しいなこれ。ガンジープレイも実は初めてなので。危ない危ない危ない、くる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 。オッケー、ちょっと待って、前途多難だなこれ。敵を倒さないっていうか、まあ雑魚敵は倒さないっていう前提です。ただちょっと数箇所を縛り解放したいと思います。まあ、一応再生リストで倒さなきゃいけない敵っていうのはこれだけしかいませんっていうふうには書いてますけれども、そうじゃない敵もいく、まあ縛り解放で数種類の敵もまあ倒していいっていう感じにしたいと思います。まあ、ボス戦の最中にの場、あ、物戦の最中は縛りを解放します。まあ、あともう一個縛り解放とした飛び道具の総裁ですね。飛び道具の総裁も縛り解放っていうか、飛び道具に関しては対象外にします。いや、ライフカプセル取るのって久々だな本当に。まあ、まず最初に倒さなきゃいけなかったのはザ・ドアですね。で次、マップシステムいいや、めんどくさい。
マップシステムなくてもストーリーに影響はしないので、次に倒さなきゃいけないのは倒すかどうかっていうのが際どいですけれども、バーク小屋のトロコです。あ、そうだ、チンリを倒せないんだよね。そういえば危うく撃つとこだった。まあ、あと途中の助っ人キャラが攻撃するのもまあちょっと対象外にしていきます。まあ、これも一種の縛り解放ですね。っていうかいきなり難しいな。で次なんですけど、次ボス戦があるんですけれども、これはとやらなくてもいいのでそこはカットします。ガンジープレイの難しいところは何かっていうと、武器レベルが1に制限されるのでボス戦の時に結構厳しいところがあるような気がするんですよ。はいはい、わかりました。そうじゃないけどね。でここはいい絵にします。あ、そう、それじゃ僕帰るから、はい、帰っちゃってください。さあ次墓場か。墓場敵結構いるからな。果たしてうまくいくかどうかって話ですがね。まあトゥルエンドなので、さあここは普通に、うわわ、ちょ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 、なんちゅうバラバラのとこにいるんだ。おーい、向こう行かないでくれ。まあ前回と比べてある意味ゴリ押しで行くことができるメリットがあるんですよ。おーっとっとっと、まあでもゴリ押しってなるかあんま、てめえてめえ許さねえ。でも倒せないんだよな。うわ最悪敵多いの、敵多いと難しいんだよこれ。あー、せっかくサードは倒してエネルギー2個貯めたのにもうパーになっちゃった。アームズバリア欲しいな。でもだいぶ先だしな。あ、てかここじゃなくてもアサミ出てきたじゃん。弱ったな。多分8分ぐらいですよね。じゃあここで切りましょうか。あ、そう、先に転送装置開けてからやるか。どうしよう。あ、そうだ、卵回路のナイフカフス先に取ってから行くか。さあちょっとここは慎重になるか。通る感じですよ。まあ、ちょっとでも油断したらアウトですけどね。こう、OK、これでライフ12の時点でセーブできますね。はい、じゃあそんなわけで動物物語縛りプレイ2ガンジー縛りの第1回目は以上になります。いきなり前途多難ですねこれは。果たして、まあ、高レベル維持できるのかどうか、レベル3維持できるのかって話ですけれども、厳しいと思いますよ。はい、じゃあそんなわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。